キャンバのデザインを Google サイトで作った学級ポータルサイトに埋め込む手順について説明します。まずは Google サイトで学級ポータルサイトを用意してください。まだ作っていない方はこちらの動画を参考にして学級ポータルサイトを作ってみましょう。次に埋め込みたいキャンバのデザインを開き、共有をクリックします。もっと見るをクリックして、埋め込みをクリック。次の画面でもう一度埋め込みをクリックします。 Google サイトに埋め込む場合は HTML 埋め込みコードをコピーします。 Google サイトの編集画面の挿入のツールパレットで埋め込みをクリックします。埋め込みコードをクリックしてから、先ほどコピーしたコードをペーストし、次へをクリック。挿入をクリックします。ハンドルを動かして大きさを調整しましょう。プレビューをクリックすると、デザインが挿入されていることを確認できます。超絶簡単です。キャンバーの編集画面でルーレットを回すと、次にサイトを開くか再読み込みしたタイミングでキャンバの変更がサイトにも反映されます。ユニバーサルデザインの教室環境づくりで、教室内に掲示物を貼らない貼れない学校が増えてきています。キャンバと Google サイトをうまく活用して、ギガ時代の新しい教室掲示を作っていきましょう。